先立ちまして皆様にいくつか、お願いをしたいと思います。場内での飲食喫煙はお断りさせていただいております。よろしくお願いします。あとあの上演中の、カメラ、ビデオカメラ、それから、録音ですね、テープレコーダー等の録音もこちらも、お断りさせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いします。あとあの携帯電話、時計のアラームと音の出るものに関しましては音が出ないように、お願いします。あのバイブレーションモードとかもブルブルとなるとこう階級ちょっと狭くなっておりますので、あの結構いい音しますので、あの隣にあの聞こえますので、サイレンとか電源を切っていただけるか、ご協力の方今一度ちょっとご確認をよろしくお願いします。はい、大丈夫です。今回の作品「長崎ナウ」という作品なんですけれども、こちらですね、1月の来年の1月の25日26日に、本公演として、ブリックホールの全館を使って、作品を、発表いたします。で今日は、それの南条町の公演ということになっています。あの通常あのブリックホール、文化執行課が、やっています、実習事業の演劇の市民参加の発表となりますと、まあ、大ホールであって、お客さんが見てっていうことにこれまではなってたんですが、今回は長崎市を4つの地域に分けてそれぞれの地域で、作品を作って、でそれをこの1月の25、26に合体させて、上演しようというような、企画になっています。で、今日はこの南の町、高柳を中心とした南の町の、作品のブレ公演ということで、あります。あの、まあ、まだまだ、ブレということで本番まで、まだ仕上がってない部分もあれだと思いますけれども、この町に住む人たちが、思っている今の思い、長崎ナウ、ナウな思いを、ぜひぜひ感じていただけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ということで、そろそろ始めたいと思いますので、じゃあ出演者、入ってください。
仕方ないね。鬼ごっこされないね。ちょっとね、おいなり、そがんことせんちゃいかと。なんで？さあ、ご飯のできたけどね。はい、食べよう。はい。その頃はまだわからんかった。ただ言われるがままに手を合わせてお祈りをする。だけど、それがなんか大切なことなんだってことは、なんとなくわかった。私たちはただ、隣の家が不思議だった。姉と毎日隣の家を覗いて、気がついたらちょくちょく三人で遊ぶようになっていた。ごめんください。はい。あ、大家さん。どうも。どうしたとですか？ちょっとお話なんですけど。
ところが一番良かったけども、鍵山さんのところにね、お店が作りたかったね。ここはまたですか。すればよかったよ。今よりもね、見晴らしの良かったところにするけん。分かってくれんかな。もう決まったことでしょ。うん。そうさね。お忘れしか、なかったですよね。ごめんね。嫌だよ。ごめんと。だってばあちゃんもいいよ、たたい。ここからはお父さんたちの海から帰ってくるとも見えるけんよ、かねんていいよだろ。そういいけど。お花も全部潰したやろ。よかことなんもなかやかねん。そうかもしれんね。そういいけど、どこか遠くに行くわけじゃなかったやけん。たかかところやったらまた別の風景が見えるさ。同じアパートに住む不安か。ううん、全然。だって私たちも3人で遊べるし何も変わらんよ。子供たちの方がたくましかですよね。そがんですね。
子も元気いっぱい働いてくれて。来年からここで働くね。ねえ、ようやく私も安心できます。店長が言えば決まるよ。どがんで？そがん言ってもらってありがたかとですけど、やめておきます。あら、何か他にあるの？何かあるってわけじゃないけど、外に出てみたことさ。何それ、店長がこう言ってくれたねんよ。わかるけど、私のことも考えてよ。あんたのことは考えてるから言うてるんやろ。貴重な若い力がまた出ていきましたね。またみんなで頑張るんですね。すみません、何か。まあまだ時間はありますけん、ゆっくり話し合わんですか。はい。こんにちは。あらら、影山さん、魚が持ってきましたけど、奥によかですか。ありがとうございます、こっちでしますよ。知らんかった。不足さ、知恵が教えてくれたけ。そっか、言わんで行くつもりやったの。うん、水草かな。そばあったやもんね、昔から。そがんことなんか。本当のことは絶対言わんで、言いたことに我慢して、それよう仲よ。うん、ごめん。そがん塩らしゅうされても、それはそれで困るけど。じゃあ、どがんすればよかと。いつも通りしとけばよかった。全然わからん。あんたこそ、我慢せんで、言いたか言葉は言わんで、私にばっかり言わせんでさ、自分こそ正直に、もっと言う言葉は言えよ。
知らん人ばっかりのところ行ってさ、寂しかったり負けそうになるやろうけど、頑張ってこい。そのこと、あんたに言われても分かっとる。それでよか。私さ、ここが嫌いになって出ていくとじゃなかっけ。自分のしたかことば叶えるために出ていくとやけ。分かっとるって。だけどさ、うんたも下の言葉はすんだよ。俺の下のことは親父の後ば継ぐことやけ。ずーっと似合ったもんね。かっこよかったよもんな。昔は深いやったけど。たまには帰ってこいよ。